海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会は日本の衆議院に設置されていた特別委員会国会法第45条の規定に基づき設置されていた海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会は衆議院に置かれている 特別委員会である。海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員委員会が国会に最初に置かれたのは第171回国会である。第186回国会まで全ての国会で設置されていた。海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の 協力支援活動等に関する特別委員会は、海賊行為への対処並びに、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等の諸問題の調査を目的に設置されている。参議院には本委員会は設置されていない。第171回国会中に、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びに、イラク人道復興支援活動等に関する特別、 委員会の設置目的を変更し、名称を変更する形で設置された。委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる。実際には、各議員運営委員会において、各会派の議席数に応じて、各委員会の委員の人数も配分され、個別の人事は配分された人数の範囲内で、各会派によって行われる。委員長は、 委員の5選で選任されると定められているが、投票によらないで同義によって選出されることが、ほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている。事前に、各会派間で協議された、特別委員長各会派ありあてと、会派申しでの候補者に基づいて行われる。なお、委員長に事故があった場合は、理事が職務を行うことになっている。理事の選任は、 委員の5選となっているが、委員会設置以来すべて委員長の指名により、行われている。理事の人数及び、各会派割り当ては、議員運営委員会で決定した基準により、選挙など、会派の構成が大きく変わった際に見直される。衆議院海賊行為への対処並びに、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会の、 人数は45人である。委員長1名、理事5名が選出、または指名される。衆議院海賊行為への対処並びに、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会の所管事項は次の通り。海賊行為への対処並びに、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等の諸問題国政調査。 案件解賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する事項委員会が審査または調査を行うときは政府に対する委員の質疑は国務大臣または内閣官房副長官副大臣もしくは大臣政務官に対して行うどの国務大臣等に対して出席を求めるかは各議員の委員会において委員長及び 理事の協議で決定される。海賊行為への対処並びに、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会において出席を求められる、主な国務大臣等は以下の通り、ありがとうございます。